補修なんか嫌やな。おーし、村田来てるか。あ、先生おはようございます。ちょっと話題変えようか。いや、何の話もしてないじゃん。今まで何の話題があったんですか。いや、もうそんなことより、なんで俺だけ補修なんですか。しかも音楽の。俺はお前、授業態度悪いからやないか。え、授業中に歌なんか歌いやがって。いや、当たり前じゃないですか。音楽の授業で歌わんとどうするんですか。それにお前、この前笛吹いてる時間、はい、笛吹きながら弁当食うてたやろ。いや、何本手があるんですか。で、口も2個あるじゃないですか。もう、とにかく補修。はいな。はい、じゃあ起立。礼。着席。いや、なんでそんな感動的なんですか。たかが礼ぐらいで大げさですね。じゃあまずは、はい、じゃあまずは音符の説明からします。いや、音符ぐらいわかりますよ。じゃあこれは何ですか。これ何すかこれ。ぐるぐる多くないですか。目回りそうやわ。これトーン記号です。あ、これトーン、あ、これ、はい、ね、トーン記号。じゃあお前これわかるか。あ、これはブレス。これは息継ぎですよ。そう、なるほど、はい。いや、なんで今息継ぎするの。なんで今息継ぎするの。いや、通ったから。いや、そういう使い方じゃないでしょ。で、はい、これが2分音符、はい、で、いや、何を怯えてるんすか。何怖がってるんすか。怖くないでしょ、書くぐらい。で、まあ、これが、はい、8分音符。あ、つけるとこ違いますよ。外人の鼻みたいになってるじゃないですか。なんすかこれは。お前あれよ、え、そんなこと言うんやったらお前これわかるか。これ、あ、これは2分音符の逆じゃないですか。違う、これは、ケビン・コスナー。似てないよ。一切似てないっすよこれ。似てるやろお前。え、似てますか。 Look into my eyes。 それマーチン・セント・ジェームスじゃないですか。それ催眠術の人ですよ。で、まああれや、これが、連符。ああ、ハードル飛んでるみたいじゃないですか。絵みたいにするはいいですよ。もうじゃああれは、これはちゃんと綺麗にノートに写しなさい。はい、わかりました。だからもう息継ぎいいですよ。いいですよ。今のはしゃっくりや。全然違いわかりませんよ。じゃあ綺麗に写せよ。はい、な。お前この学校の怖い噂知ってる。え、そんなんあるんすか。うん、まあこれどっちかちょっと考え落ちなんやけど、いや、落ちあるんかい。じゃあ怖くないじゃないですか。っていうか、ちゅうかな、お前ここの開かずの音楽室あるやろ。いや、なんで入ってるんすかここ。開いてるじゃないですか。違う、そこのほら開かずの扉。ああ、これですか。あそこの向こうの部屋な、毎晩夜中になると誰もおらんはずやのに、なんか女のすすり泣くような声でな、で、お逃げなさい、お逃げなさいとか聞こえてる。それ聞いたお前生徒が、あれ多分レイちゃうなって。俺は多分怖く言えよ。全然、なんで怖い話楽しそうに言うんですか。お逃げなさいって怖いじゃないですか。怖いよ。いや、そんなんより、ちょっともう補習してくださいよ、早く。もうせっかちな子やな、君は。え、そんなこと言う前に、メガネ取れ。いや、かけてないでしょ。どこにメガネあるんですか。じゃあまず歌歌うけど、はい、お前歌う下手やから、あの、ハトポッポからいくわ。そんな簡単な歌なんですか。じゃあいくぞ、せー、これな、ポーポー、せーの、ポー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 。あ、じゃあ、な、え、何の歌歌うんですか。森の熊さん。またそんな歌なの。まあ、じゃあいいです。はいはい、いくよ。1、2、3。ある日、森の中、熊さんに出会う。何熱狂してるんですか、もう。え、誰に振ってるんですか。誰に振ってるんですか、誰。お逃げなさい。え、お逃げなさい。森映ってるよ、怖いよ。下コーラスさん、歌の続きやったんだよ。どうもありがとうございました。